日本鹿児島県霧島市溝部町6溝部町6は、鹿児島県霧島市の大技。旧大隅国白郡溝部豪六村、鹿児島県姶良郡溝部村大技6、姶良郡溝部町6。郵便番号は899-6404。人口は3632人。世帯数は1582世帯。面積は15.29平方キロメートル。 鹿児島県本土唯一の民間空港である鹿児島空港の所在地であり、空港の直近には九州自動車道の溝辺鹿児島空港インターチェンジや国道504号が接続するなど鹿児島県の交通の要衝となっている。鹿児島空港の年間利用者数は九州内では福岡空港に次いで第2位、日本国内では中部国際空港に次いで第9位と、 国内有数の規模を要する。霧島市の西部、十三塚原と呼ばれる、大地上に位置している。阿生駅の北方には、溝辺町三縄、南方には、早戸町西高寺、南方から西方にかけては、溝辺町先森、西方には、溝辺町、有川、愛らしかじ町、小山田、東方には、早戸町かれ川にそれぞれ接しており、鹿児島空港の滑走路内に、 早戸町カレー川及び早戸町最高寺との境界線があるがターミナルビルは溝辺町6に所在している。鹿児島空港の年間利用客数は国内504万1011人、国際13万665人であり、計517万6 7 6人となっている麓の集落の大半は西部に点在しており、東部には鹿児島空港が所在している。また、 付近には九州自動車道が通っており、インターチェンジは溝部鹿児島空港インターチェンジバスストップとして鹿児島空港南バスストップが設置されており、地域の西部を国道504号が南北に通っている。麓は18世紀以前は溝部里の中心地であり溝部城や地頭カリアなどもあったが、18世紀頃に地頭カリアが有川の地に移った後は、 溝辺の中心は有川となり、現在も霧島市役所溝辺支所は有川に所在している。ふもとという地名は江戸期より見え、大隅国白郡溝辺里のうちであった。村高は天保豪町には1315国余り、旧高給料には1044国余りと記されている。ふもとは溝辺の中心地であったため、一部の資料では溝辺村とも表記されている。 地頭白刈屋が法暦3年に有川に移るまでは地頭白刈屋が置かれていた溜まり集落を中心として豪氏の居住地が形成されていた1889年には町村制が施行されたのに伴い江戸期の溝辺里の区域より溝辺村が成立しふもと村の区域は溝辺村の大技ふもととなったの調整施行の際も同様1972年に 鹿児島空港が鹿児島市かも池新町から移転し、開港する。滑走路は2500メートル X45 メートル。エプロン13バース、平行誘導路、ILS や VOR、DME、航空照明施設など、当時の東京、大阪両国際空港と同等の設備を備える。当初より、国内線とは別に国際線専用ターミナルを、 要するなど、ローカル空港としては、先駆的であった。鹿児島空港の開港から4年後の1976年には、九州自動車道の溝部鹿児島空港インターチェンジの、今日、2005年に、溝部町が、国武市、早戸町、福山町、霧島町、牧園町、横川町と新設合併し、霧島市となり、合併の際に、大あざ名は、 従来の大技なに自治体名を干渉することとなり、霧島市の大技、溝部長六に改称された。高谷三条領西郷公園内の西郷高森像、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島空港国内線ターミナル溝部、鹿児島空港インターチェンジ、鹿児島空港南バスストップ。ありがとうございます。